NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、延長コードやテーブルタップなどの配線器具による事故は2012年からの5年間で353件発生していて、このうちおよそ6割が火災を伴っているということです。電気ストーブやこたつなど消費電力の大きい製品が使われる毎年12月から3月に事故は多く、 NITE ではコードの周りにホコリをためない、接続可能な最大消費電力を超えて使用しないといった注意を守るように呼びかけています。